大塚花は天城峠付近で被害者と出会い、金を売る目的で自分の方から持ちかけ交合しましたが、約束通り金を払わないのでカッとなり、かねて懐に所持していた合口を出して切りつけ、下の谷に転がり落としたところ、本人は絶命していました。そこで金はないかと思ってめちゃめちゃに衣類を脱がせたところ、一円札が一枚出てきたので、それを奪い、死体と凶器の合口は川に捨て逃走しました。胴巻きの中にあった財布は、快点！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